3、2、1、0。静岡市の青葉シンボルロードイルミネーション。午後5時ごろ、およそ18万球の LED ライトが一斉に灯りました。今年はフラワーイルミネーションと題し、花をモチーフにした色鮮やかな飾りや造花でできた熊などが訪れた人たちを楽しませています。青葉シンボルロードのイルミネーションは来年2月13日まで夜の街を彩ります。